そしたら続きやっていきましょう。前回は一応のエンディングを迎えたところで終了したんですけれど、今回はやり残したところとかちょっと疑問に思ってたところを振り返りながらちょっとやり直してみたいと思います。まずはこれだよね。祭壇だ。5クレジットで備え物を置くことができる。でも壊れている。直すにも複雑すぎる。直すにも複雑すぎるってことは直せないのかな。何かしらアイテムがあると思ったんだけど、なんだろう、土師になんかお願いするとかそんな感じなのかな。インクカートリッジは意味ない。あ、部品とか。この部品ももう一個渡せばいいのかな、土師に。複雑すぎてできない。こういう時は万能のドライバーを使う。お！え、緩んだワイヤーがあった。これでうまく揮発。わ、え、そんなんで治るの？複雑って言ってたくせに。使ったよ。でっていう。もう備え物置いた。これで十分だと思う。はあ、これで全部でいくつやったんだろう。3つやったのかな。これさ、全部でいくつあるんだろうね。今のところ見つけたのは3つだけど。おっす、部品持ってきたよ。電子部品、はい。また部品を見つけてきたよ。見てもらえる？今度は何もらえるの？電子部品を都市に届けた。最高だ。相棒、お前は、すげえよ、2つ目だよ。これいくつあんの？この辺にちょっとして、ちょっとして、用具があるんだ。気に入ると思うぜ。なになに？カチャカチャカチャ。新アイテム？驚いただろう。お、ランタン！これって懐中電灯の全方向版ってこと？何言ってんだ？これはランタンだ。非常時に役立つよね。普通の懐中電灯との大きな違いは、円形の光を広範囲に照らすこと。じゃ、ケミカルライトの上位互換って感じなのかな？懐中電灯は廊下を探索するのに役立つが、こっちはただ広い場所で有効的に使える。最高だ。本当にありがとう、どうし。どれくらいの広さなんだろうね。画面いっぱいだったらすごい役に立つけど。ちょっと待った。それに、はちょっとした問題がある。何？ランタンは他の懐中電灯と同じで、電池で起動できるんだが、電池の、あ、なるほどね。消費が懐中電灯と比べて2倍か！それ結構きついね。だからあと何本電池を持っているのか確認して注意しながら使えよ。わかった。ただ電池の概念がよくわかんねえんだよな、これ。一応電池持ってんじゃん。ただ数が減ってんだよね。だから使用するとこれがどん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 減っていくって感じなのか。だから付け替えしなくてもいいってことだよね、きっと。今頃気づいたけど。3個か。ってことは結構使うのかな。今お金いくらあるんだろう。お金1回も使ってないよね、そういえば。1320ね。電池買っとく？ 100 クレジットだし。はい、1個か2個ぐらい買っとこうか。ね、そういえば1回も使ってなかったね。せっかく手に入れたのに。やっぱ貧乏症がさ、上回っちゃってさ、ちょっとなんか節約しようっていう考えになっちゃうんだよね。どれぐらいの明るさなんだろうね。ちょっと見てみようか。試しに、ランタン、装備する。お、微妙かな。そこまででもなくない？それだったらなんか、ライトの方が、前の方にぐーっと見えるから、まだいいような気するけれど、まあ、確かに食堂で魔女に襲われた時とか、全方向あった方が見やすいっていうのはあるのかもしれないんだけどね。お、あ、なんか変な、聖なる、香りかな？実績解除しました。何？もっと近くに来て、裏ボスもしかして。すみません。ちょうど出るところで、間違いでした。なんで？2回目だから、2周目だから出てきたのかな？もっと近くに来て、ちょっと怒ってんじゃん。一度言ったことを二度言わせないでって。行くんだ。神様、あなたは、こっちが聞きたいです。じゃなくて、パスターナック？あなたが、魔女？魔女ではない。魔女？お前は口が聞けない上に目も見えないのか？私の存在が輝かしい光で雨ありを照らしているのが見えないの？だってそういう魔女いたもん、どっかの魔法少女の、あのアニメに。あなたの言う惨めな魔女であれば、汚く暗い穴から這い出てくると、お前、まあ、確かにそういうイメージはあるけれども、あなたも結構まがまがしいよ。教えて、パスターナック。あなたはなぜこの少女の神聖なる墓を汚したの？いや、手がかりを、死体あさりが趣味なんです。手がかり？何の？まあ、魔女のことは知ってるんですか、あなた。まあ、そう。なぜ彼女について知りたいの？
誰に使わされた？アブさんっていう人です。アブさんっていう人がこのゲームを買ってしまったから、そういう運命にたどり着いたんです。それは言えません。てんてんてん。でも今回は、例外かな。あとこれが本当に魔女だったらどうするつもりだったんだよ、お前。僕は魔女を殺すために雇われたんです。この写真を手がかりに、ここまでやってきました。レイ・シントラと隣にいる少女についての情報を探していた。知りませんか？あれなんか反転してない写真？会社はまだハンターをやっと、あ、知ってるんだ。じゃあ結構昔からいる人なのかな、この人は。まあはい。それが本当ならあなたに謝るわ。謝る？私の名前はアティア・モエタ。私は何年も前にこの会社で、あ、元人間なんだ。魔女を倒そうとした。あ、じゃあ同じハンターってことなんだね。あなたと同じようにね。じゃあブライアンも慣れの果てはこうなっちゃうの？残念ながら私と仲間は、AM! アティア・モエタ！そういうこと！午前中だと思ってごめんなさい。でも成功まであと一歩だったわ。結構なところまで追い詰めたんだね。僕に情報を教えてくれる？行き詰まってるんだ。私はシントラ家の女課長シウリンが死ぬ前に彼女と、あ、じゃあかなり昔の方なんだ。ことの始まりを教えてくれたわ。おお、これじゃあかなりストーリーに重要なことだったんじゃないの？あれか、祭壇でお祈りしたからかな。お、タバコラッキーストライク。何年も前シントラ一家はこの建物に住んでいました。彼らは普通の夫婦でしたが、ある悩みを抱えていました。悩み。あ、子供、え、じゃあレイちゃんは実の娘じゃないの？そこで夫婦は貯金をすべ、買ったとか言ってたけど、レイちゃんも買ってたの？闇市場で子供を引き取れることを願い、世界を旅しました。人身売買とか世界では行われてるのかね、本当に。そして夫婦は檻に入れられた美しい少女、やっぱこっちだよね。彼女の名前はドモリ。ドモリちゃんの後にじゃあレイちゃんが生まれたの？持ち主は彼らに富と繁栄をもたらす少女だと言いました。しかし条件が2つある。2つ何？封印魔法の中に入れて守ること。あの縄のところってことか。幸せにできなかったから。夫婦はドモリが普通の少女ではないとすぐに気がつきました。それ耳動いてるからね。2人はその条件を守り、我が子のようにドモリを育てました。そしてドモリの神聖な力によって家族は富と繁栄に満たされました。あ、数ヶ月も経たないうちに自宅はシントラ社の本社に姿を変えました。そして会社は成長を続けました。じゃこの子のおかげ、ドモリのおかげってことか。その後しかも待望の女の子が生まれたと。レイ・シントラ、あららら、ら、二人の姉妹はすぐに仲良くなりました。これが会社の黄金期でした。2つ目の約束を守れなかったから、成長を続けた会社は世界でトップの会社になりました。昔はちゃんと実績上げてたんだね。ある日、全てが終わるまで、はあ、レイ・シントラが謎の失踪を遂げ、ここで焼き殺しちゃったってことか。ドモリは精神状態が不安定になり、ヒステリックになってしまった。会社に危機が訪れました。右肩下がり。1ヶ月業績不振に見舞われた後も少女は見つかりません。そこで夫婦は終わらせるために決断しました。うわぁ、ドモリを火炙りにしたのです。でも中にいたのはレイちゃんだったと。業績不振は突然止まりましたが、レイ・シントラは行方不明のままでした。噂を消すために一家は遺体がないままお葬式を挙げました。つながってたわけか、ここに。それが魔女の呪いの始まりでした。ああ、そっから。じゃあもう自業自得だったわけだね。その事実はあなたは何でしたの？調べたら昔は分かったのかな。今はもう資料がないけど、つまり魔女はあの少女ドモリなんだね。彼女の隠れ場所を知ってる？チームの仲間が彼女の隠れ家を見つけた。でもセキュリティ上の理由で情報を私たちから隠した。最後には彼も消えた。他の皆と同じように仲良かったんだろうな、3人とも。でも今になってようやく何かに気づいた。魔女探しに労力を集中させたのは間違いだった。本当に大事なのは
シントラ家の娘レイ・シントラよ。彼女の遺体はまだ見つかっておらず、行方不明のまま全てが恨みに出たあの重要な出来事の真相を知っているのは彼女だけ。まああんなね、湖を抜けないといけない場所なんてね、普通は気づけないからね。魔女を倒したいのならレイ・シントラを探して。ちょっと待って、探すってどこ？情報だけじゃなくてなんか武器ちょうだいよ。彼女がどこにいるかさっぱりわからない。でも彼女に似ている人は知っている。僕のオフィスに戻ってできるだけ早くシントラと話さないと。あともう少しで謎が解けそうな気がする。そう、ここで帰れてたら、あのね、捕まらなかったのにね、誕生日パーティーに。でも強制的に捕まっちゃうだろうし、逃れらんないのかな、あのパーティーから。ビデオクラブミステリオ、カイコという VHS。 カイコ、これゲットしたか。あれ、こっちが行けるようになってるね。ディーオフィス、なんか書いてある。これ最初からか。これまた来ることになるのやだな。また不穏な BGM 流れているけれど、でもなんかちょっと綺麗になってる。空っぽだ。だってなんか変わってんのかな。あそこにもなんか段ボールが積み上げられている。こっから抜け出すこともできんね。これなんか回収できないの？回収はできないのか。ちょっと左奥、こっち一回来たきりで全然探索してなかったからね。怖いな。一番奥のやつは調べてあるか。空っぽだ。でも行けるようになってるってことは何かしら新イベント的なものがあるんじゃないかなと思うけど。ヘルプミー、めっちゃみんなぶら下がって楽しそう。こっちの左側とかね、行けるようになってるかもしれない。ラン、何これ、てんてんてん。特に話しかけたりとかできないのか。なんだろう、怖いな。ちょっと逃げるかでもこんな奥にわざわざいるってことは何かしらあるはずだもんね。そういえば直接10階って言ってないよね。ここ入れんのかな。10階以上もあんじゃん。空っぽだ。魔女の髪1枚。10階以上。これ何、屋上。屋上って言ったことなかったよね。鍵かかってていけないのか。結構これ重要なものがありそうだけど。10階入れる？入れる！グワッグワ言ってる。いいんじゃん、ヒューゴ。ほいへん、ほいへんって言ってるけれど。どこだ？あ、いた！かわいい。こんにちは。お前何してんの？パスターナック？バレちゃった。テーペロ。お？あ！てんてんてん。シントラ社最大の秘密が知りたくて来たのか。え、これ どうすんの。スーパー引き返るの。エンディング迎えちゃうんじゃない、これ。ジャカ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 ジャン。でも紹介するべき友達がまだ来てないんだけど。復活させてないよ。僕だよ、ヒューゴ。知ってたよみんな知ってたよ。驚いているね。予想してなかったんだろう。いや、お前があまりにも滑稽だから。話がしたい。いいとも、君の不安や考えを聞こうじゃないか。社長はいつも社員を助けるものさ。で、テーブルから降りてもらえる。ここまでは流れは一緒だね。ただ、救いに来てくれる人がいないから、これバッドエンドなんじゃない？もしかして。知りたいんだ。待て。まだ酔っ払っているんじゃないか。大丈夫です。もう抜けました。肝臓強いんで。酔っていると、君はひどいことを言うからね。酔ってないよ。はっきり言ってさせておく、パスターナック。正当に他者を踏みじる権利を持つ者は僕以外に誰もいない。この会社でこの地位に立つ人間は僕以外に誰もいない。誰もだ。これ刺されちゃうんじゃない、フライアン。さて、他に文句があるか。ないよ。こっちには切り札もないよ。よろしい。じゃあ君は骸骨だ。え、殺されずに済むの。僕らは違うが君に賛成はする、ブライアン。シントラ社は魔女を倒すために思いつきに人を雇うべきではない。君にしてあげられる最小限のことは解雇状を渡して君を家に返すことだ。自分だけは助かるってこと？それが望みだったんだろう。この悪夢から抜け出したかったんだろう。確かにそうだけど、でもケイトちゃんだけは許してあげて。受け取れ。解雇状を受け取った。下にいてロビーのドアから出ていくんだ。今朝来た時と同じように。そんな、給料は振り込んでくれないんですか。なぜまだここにいるんだ。もう終わったんだ、ブライアン。もう家に帰っていいんだ。下に行って、マジこれだけなの。
帰っていいのかな。そそくさそそくさ、よかった、エレベーター使えんの。あ、使えないじゃん。じゃあ、10階から階段で降りるの？めっちゃ大変。あの爆弾もいるわけだしね。大変だけど、じゃあ降りてみるか、6階。違うエンディングになるのかな、最初と。不思議だな。解雇状を持っているだけで、もうこの会社の社員じゃない気がする。事実上そうだからね。ついに僕の居場所に帰れる。無事に。同僚たちはどうなったんだろう。それにシントラに別れを言えなかった。もう最悪じゃん、もう。でも、別にいいよね。そもそもこんな地獄みたいな場所に来たのが間違いだったんだし、会社を辞めないという選択肢はないでしょ。育児なしになっちゃう。同僚たちがどうなったか調べて、シントラと話をするまで。そう、同僚たちをどうするかだよね、これ。救えるのかな、辞める。とりあえず辞める。あ、エンディング解雇だって。あ、電車5時、同じ時間じゃん。5時67分。あ、じゃあエンディングの種類は一緒なのかな。ただちょっと変わるのかな。通常エンドっぽいやつは光が見えたじゃん。今度はもう光が見えないとか、そんな感じなんじゃない。あの朝日というか、朝日で希望の光を表現していたように、今回多分バッドエンドだから、その朝日が出てこないとかあるんでねえか、この後。あっ、鈴。おい、やっぱり光は見えなかったのか。なるほどね。じゃあさ、あのヒューゴが行ったところの机の上にさ、ナイフあったじゃん。で、最後シントラちゃんの、あのロボットバージョンのシントラちゃんに思い切り殴られたでしょ、バコって。あれはナイフを持って襲おうとしたからじゃん。あのナイフ取れないかな、机の上から奪ってってすればエンディング変わるとかありそうじゃない。あ、ヘビ出てきた。シュー、あれ、リボンがなくなった。これも何かを意味してるのかな。ああ、終わった。で、ちょっとそれも試してみようか。あれ、ない。あれ、さっきあったよね。あ、置いた。これで盗め。あ、あれ、回収しちゃった。ん？どういうことだ。あの一瞬で近づけってことなのかな。置いた後にこっちに来てくれれば盗むチャンスはありそうだけど、さっきでもそういう動き。置いてる。くるりんしてる。回収する。これ、あからさまに取れってことだよね。どうやって取んだろう。これ電池入れられるんじゃない。電池入れてさ、あ、リモコンでテレビつけて、そう、電池で、これで使えるボタンを押してみよう。で、あ、そっち側が映るのか。でっていう、これでさ、あ、嫌な画面。あ、ナイフ置いてる、ナイフ置いてる。今でしょ。これで回収できるんじゃない。ほっ、あ、アサミーナイフ、ナイフだ。隠れなきゃ、ヒューゴに見つからないように。ここ隠れればいいの。ふっ、どこだ。これバレるんじゃない。いくらなんでもバレるよね。隠れる場所なんて限られてるんだし。行った。ちょっと待って、見とこう。どこだ。これ見る。儀式で用いられるナイフ、アサミ、武器としても魔女よけとしても役立つ。これを持ってればエンディング変わるんじゃないかな。足音聞こえるけど、タイミングわかんねえな。これ見つかっちゃったら意味ないもんね。ライドでわかるだろう。懐中電灯の光で普通わかるだろう。ふっ、どこだ。音は聞こえるけど、上上がってこないかな。行った行った行った。回転してんのか。回転が同じだったら右回りでグーっていきゃいいけど。あ、違うか。危ねえ危ねえ。今右に突っ走るところだった。あいつが右側に行ったタイミングで。ふっ。これで逃げられるんじゃないか。よいしょと。オーケー。おお、解除した。実績6解除した。アサミーだって。お、アサミーナイフが光っている。びっくりした。光っている。何か使えってことなのかな。アサミーナイフが光っている。ここで使うの？じゃあ
アサミナイフを使う。使えない。さっきの場所かな？ここで使えってことなのかな？ブリースケースに何か入っている。アサミナイフが光っている。え？何今の？そのアサミナイフって何なの？なんで光り出すんだろう。またいる。こいつらに反応してんのかな？これが。使ってみる。おい！そんな何件も何件もメタ刺しにしなくても？あ、ハード出た。消えた。出てる。あ、じゃあ、あいつらを全部倒して解放しろってことなのかな？ハード出てたってことは、助かったってことだもんね、あの子が。ってことでいいの？わからんけど。え、じゃあ、あそこの2階にいたやつもそうなのかな？とりあえずじゃあ、全員探してみる。で、全員解放すれば、なんか、魔女が弱体化するとかありそうじゃない？ヨンマ貴族みたいに。新ヨンマ貴族を倒すと、破壊するものが弱体化するみたいな。そういうオチなんじゃないか。探してみるか、全部。ブリーフケースに何かが入っている。光ってる。え、でもここ行けないもんね。あ、電脳世界にいるってこと？かな。あ、やっぱりいたよ、ほら。てんてんてん。これ使えってことだろ？よいしょ。ぐっちゃり、ぐっちゃり、ぐちょぐちょ、大好き、ねっちょり、きょんげはハンバーグ。はぁ、ぷーんって言っちゃった。今、ハード出たかな？これでいいの？よいしょ。ってことは、さっきの2階のところにも、いるから、ちょっと行ってみっか、あそこ。よいしょ。え、ぐっちゃり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 ぐっちゃぐっちゃ大好き。ハート出た、オッケー。OK。これで魔女の手下どもを味方につけるとか、そんな感じなんですかね。お、ここでも？こいつじゃないよね。こっちの奥行けるようになってるかね。こっちの、あ、じゃあ結構ある。あ、いた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 。結構近場にいたわ。あ、しかも渡れなくなってる、もしかして。じゃあこいつにも、よいしょ、つか、うっと。え、ぐっちゃ、ぐっちゃぶ、ぐっちゃぶ、ぐっちゃぶ。ナイス。何体いるか分かればね、分かりやすいんだけどね。ちょっと途方もないの、探すのが。これは、ここ登れないの？役に立つものがない。ダンボール、で、詰めるかな？使う。2段しかないけど。まだ届かない。もっと箱。あと1個必要ってことか。はい、探しても見つからなかったんで、ちょっと途中からやり直して、買ってきました。売ってたやつを1個買って、で、増やしました。これで乗れるようになるんじゃないかな？さあ、どうでしょう？よっこい、セット。お、ブリーフケースに何かが入っている。来たね。ここら辺の近くに誰かいるってことだよね。これ猫ちゃんたち大丈夫かな？猫ちゃん？あ、寝てるのんきに。こいつら。なんだよ、全然影響ないのかな。やっぱ人間にしか影響ないって感じなのかな、魔女の力は。で、光ってるって言ったけど、あのうねうねくんどこにいるんだろうな。多分近くにいると、いた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 。すっげえ違う。なんか、人相が、これあれなのかな、もしかしたらみんながこれくるくるされちゃってんのかな、魔女の呪いで。それを解き放ってるみたいな、そんな感じなんですかね。OK。これだけかな。ビデオクラブせっかく来たから見てみる。今どれぐらい新しいのあるのかな。やり直したけど、一応ね、同じようにやったけどな。ビデオクラブミステリオ。解雇だけか。水中で手に入れたやつは、水中から脱出した後に見るのかな。とりあえず見てみようか。よいしょ。解雇！はっ。解雇イコール死。だもんね、この世界では。かわいいのかな。条件反射的に可愛いって言わなくなったぞ。成長したぞ。ん？首かしげて。なんなのこれ。恋に落ちる音がしたよ。さあせん、ふひひ、ふひひのひ。わお。女スパイ。どういうことだろう。どっちが解雇されたんだろうね、これは。全部見るとわかるって言ってたけどな。じゃあ水中にあるのが最後になるのかな。どうなんだろうね。それともまだ見逃してるものがあるのかね。お、ハサミナイフを拾ったんだ。ヒューゴっていう同僚が持っていた。お、話変わる？これもしかして。見せて。レイにアサミーナイフを渡して。この力をなんか、レイちゃんが使えるようになるとか。このナイフは危険よ。これを持って、ドモリに近づかせないわ。あ、ああ！なんてこと。
え、じゃあこの先出てきても解放できないじゃない。これの謎も解けてないよね。2と4と8は覚えてんだけど、あと1、2、3、4、4つでしょ。4つも探さなきゃいけないと。これ結構大変じゃね？その間にあの白いのさ、うねうねに見つかっちゃったら、終わっちゃうわけだからね。あいつらに見つからないように紙をすべて回収しろってことだよね。結構きついぞ、それ。おお、まだ使えるね。お！動かせる、もしかして。ん？ごめん。動いていない。もう一つの間仕切りが道を塞いでいる。あ、じゃあもう一個の方にやればいいと。繋がってるのどこだろう。これは、あれだね、一周目では見てないもんね。あ、あったあったあった。線が繋がってて。で、こいつらゲロ入ってくるんだよね。で、左側、結構遠くからだ。結構遠くから来て、来て。あ、一周する感じ。あった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 。水もあると。回収しといて。ここで、使うと。で、もう一回上に行って押すって感じかな。おお、動いた動いた。これ右側にヒントあるな、絶対。よいしょと。さあ、どうなる？動いた。あ、ブリーフケースがある。ここの中に、あ、白い上に来ちゃってるな。あいつら追尾してくんのか。怖えな。出て、お、お、来た !6! これで2468。わかったね。あと3つ。ブリーフケースに滑り込む。あ、めっちゃ追いかけてる。やめて、やめて、やめて、来ないで、来ないで。これは捕まるか。捕まらずになんとか、なんとかしたいな。目とか手とかはまだ壊せないからな。よいしょ、よいしょ。使うには紙が必要だ。普通に紙を使えばいいのかな、ここで。紙7枚あるけれど。これでなんか白紙だ。あ、開いた！パッカーンって。コピー機がちゃんと作動していない。一回だけ使えるってことなのかな？あ、でも消費してない。白紙だ。これ当たりどっかにありそうだな。全部一応調べて、で、何か印刷されるとかありそうだよな。お、来た！ベルベルベル。ブリーフケースに滑り込む。これで今何枚？ 3、あ、え、2、4、8が1個ないな。81個ないけど、前の探索で248は出たんだよね。あ、そういうこと？ベルベルベルってエレベーターってこと？だよね。え、ぶねー！怖い！今口がもう開けないから、物が食べられなくて回復できないんだよね。だから慎重に行かないと。こいつがさ、。こっちからは出られないよ、ブライアン。彼女はこの壁のすぐ反対側にいる。彼だったらできるだけ早く、あ、僕だったらできるだけ早くエレベーター降りるね。これ押したらなんか変わるのかな ?5 匹探すんでしょ？ちょっと押してみっか。これで、ベルベルベル。ベル。ベル。音が鳴ってないから合ってるかわかんないね。で、2、4、6。あ、上に順番に。来た！何？本当に魔女いいんじゃん。こんにちは、赤ちゃん。うわぁ、すーごいね。昔からいらっしゃる方なんですか？てんてんてんて。これ、え？何も起こらない。アサミーナイフか。あ、でも壊されちゃったじゃん、アサミーナイフ。まさかこれじゃないよね。プラスチックナイフ。プラスチックじゃ切れないよ、包帯は。あ、ダメか。あれでも動けない。あ、私は誰？ケイトしか選べないじゃん。ケイト？え、ケイトちゃんなのこれ。ケイトちゃん魔女ってこと？え？あ、外れた。ブライアン？ああ！あれ？ブライアン。耳聞こえないんだけど。ピコ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 。効果音は聞こえるようになったよ。あ、包帯にされてない。ってことは、これで変わるのかな？バシャンして。大丈夫。ありがとう。てんてんてん。出口の近くにいたわ。酸素が足りなくなって。それはないよ。契約の呼吸があるから。水の呼吸ができるから。うまく説明できないけど、悪夢に囚われたような感覚だった。あれは、おそらく。お、じゃあ、あれかね。アサミーナイフじゃなくても、プラスチックナイフでできたのかな。他の奴らも。これはどういうこと？ああ、同じ流れだね。ここから変わるのかな。パスタ。なんか表情がもう違う。焦ってるんだ、アサミナイフがないから。やっぱり変わってるね、ちょっと。
さあどうなる。余裕のないヒューゴ、1周目よりだいぶ余裕ないぞこいつ。ここで何をしている。どうして僕にずっと嫌がらせをしていたのか教えてほしい。バカなことを言うな。君が僕のナイフを盗んだんだろ。違うか、白状しろ。てんてんてん、バレてえら。早くか、壊しちゃった、ごめんね。人に借りたものを壊しちゃったごめん。本当に金が欲しいなら金額を言え、いくらでも払ってやる。君の家族の階級を上げてやることも、君にそんな権力はないだろう。君の権力は返さないだけだよ。何でもだ、パスターナック。だがナイフは返してもらう。その取引に必要なものがもうこの世にはないんだよ。僕がやったことは全部謝るから。いいね、望むなら。あ、それは見たい。土下座した後にテヘペロしようぜ。ごめん壊しちゃったって。僕が社長だって分かっているか。魔女が僕を狙ってくる。だからあのナイフがないと。お願いだブライアン。無理だ。なんだと。もう返せないよ。あのナイフを僕はもう持っていない。プラスチックナイフならあるよ、使う。でも落ち着いて。僕は任務を達成させたから。これ完全エンドなんじゃないの。魔女の問題はもう解決した。何？てんてんてん。ん？おめでとう。それじゃあ君との契約を解消して2万クレジットのボーナスをすぐに。フリコ、本当に倒したかどうかを確認しないんだね。待て、その前にまず僕の友達に会ってほしい。後々恋人になりますけれど。ポチーン。あ、来た来た、2人仲良く。フリ2つ。こんばんは、ヒューゴ。会えるのをとても楽しみにしていたわ。彼女はレイ・シントラ。シントラ一家の後継者と。ここら辺は一緒だね。てんてんてん。会社の規則によると、彼女がシントラ社の社長になる権利を持っている。何を言ってるんだ？そんなのは不可能だ。僕の邪魔はさせないよ、ブライアン。その子は何年も前に失踪したはずだ。その子が本当にレイ・シントラならもっと年を取っているはずだ。まあ確かにね。でもなんか合法ロリっているじゃない。本人だとどう証明するんだ？それは。しかしハイテクだよね。座っただけでさ、誰だか認識できちゃうんだからね。ハイテクノロジーだよ。ピッピッピッポーン。これで椅子がロケットみたいに発射したら楽しかったんだけどな。ズドーン。わー、レイ・シントラー。見た？会社が私を認識しているの。もうすべて私のものよ、カエルさん。マジっすか、何か使ったんだ。ってことはこの子が魔女だって言ってるようなものじゃない。待ってくれ。取引よ、取引って何が持ってるの君は。そうだ、取引を。取引なんかしないわ、取引なんかしない。さあどうするの。アサミナイフないけれど。ケロ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 、首。魔女だ。違うわカエルさん、私は魔女じゃないわ。でも私の妹はそうよ。てんてんてん。全部君のせいだ、ブライアン。ヒューゴ、全てめちゃめちゃにしやがって。全てだ。お前が今までやってきたことをそのままそっくり返してるだけだよ。あ、ナイフを持ってなくて。あ、え、ペッチ、痛い。そんな、一周目は殴れなかったのに、親にもぶたれたことないのに。うふ、なんで笑ってんの、レイちゃん。人が殴られてるのに。なんで止めなかったの、シンドラは。シンドラちゃん、なんで殴られ、え、ちょ、あー、みんないる。え、なんか実績6解除した仕事仲間だって。ポリポリポリやっと終わった。解雇状をもらった。この狂気の建物を出て、家に帰、殴られ損じゃん。あいつは、え、ちょ待って、一周目の方がスッキリするんだけど。親に言っても信じてもらえないだろうな。ああ、これで帰れるの。おい、大丈夫かよ。いや、チャップマン。トニーと呼んでくれ。わ、わかった。やっぱりあのぐるぐる巻きでになってた奴らみんなこいつらだったってことか。ライアン、君に謝らない。お、マジ？ここに来て、君にはひどいことしか言ってないよ、君は。つまり、今日、人生で初めて仮想階級の者の気持ちを味わった。大衆の中に放り込まれ、名前のない働き鉢となる。バカな仕事を強制され、誰にも気にかけてもらえない。それで反省したんだ。そっか、人の振り見て我が振り直せっていう言葉もあるぐらいだからね。まさにその通りだ。今までは俺の身分や家族のおかげで他の人たちから優位に立つ居場所を与えられていたとは思わなかった。でもそうした居場所は自分で勝ち取っていくものなんだと悟ったんだ。そうだね、なんとか二世っていう言葉もあるぐらいだし、君のおかげだよブライアン。やっぱり自分でね、いろいろね、苦難を乗り越えてこそだよね。僕はテヘペロ。君みたいな郊外出身者が誰の助けも借りず
下層階級特有の謙虚さを失うことなく最上階まで上り詰めた。悲惨なパーティーでは仲間を助け、いつも皆に優しく声をかけた。何度もひどいことを言った。こんな俺にめっちゃ俺のこと監視してんじゃん。見る目はあるのかな。君は素晴らしい人間であることを証明し俺を変えてくれた。変わったのかな、どうなんだろう。口だけじゃないよね。まあ何と言ったらいいのかわからないよ。音にこの時なんて声をかければいいかわからないの。待って、その顔僕に怒鳴ろうとしてないよね。君の耳はザル耳か。話を聞いていただろ。俺は変わったんだ。マジ？それとも怒鳴ってほしいのか。もうこれチャップマンらしくないからね、逆に怒鳴ってほしいけどな。いや、いいよ。あー、そっか、変わったんだ。今は邪魔しない方がよかった。ソラちゃん大丈夫？目から血出てたけど。そうさ、大丈夫？あ、元気？目がいいって何ともないの。見える視力大丈夫？パーティーで何が起こったの？不思議な感じがする。魔女に襲われていたんだよ。じゃあみんな死んでいるの？私は幽霊？まあ見た目は幽霊っぽいけど違うよ、ちゃんと生きてるよ。いやいや大丈夫だよ、魔女の呪いは解いてきた。信じられない、パスターナック。じゃああなたはもう最高級の魔術師ね。あなたならできると確信していたわ。あなたがいくら否定しようとも人とは違う力を持っているように見えたもの。そっか、どうだろうね。見た目からして普通の一般人って感じするけどね。ソラちゃんには何か見えてたのかな、スピリチュアル的な。そう言われても。ところで私たちの同僚はどこに？え、目の前にいるじゃん、めっちゃ。ヒューゴの方か。安心して、もう彼に邪魔されることはないよ。解雇されたんだ。そんな最高の処罰があったと思いつかなかったわ。完全に打ちのめされたに違いないわ。どうだろうね、這い上がってきそうだけどね。彼はここで仕留めとかないとまたなんかね、復讐されそうだけど。だいぶね。そっか、でもよかった、無事で。どうし、大丈夫？耳。いや、どうし、元気？オープライアン、俺の研究室にあったあれ捨ててないよね。研究室にあったあれ、立ち寄ったら彼女が亡くなってたんだ。なんでどうしはあれを復元させようと思ったの？そういう趣味があったの？あのロボット？僕が完成させといたよ。何？今は10階にいるんじゃないかな。ああ、一目散に。おい、ちょっと10階上がる気なの、階段。大変だね、行っちゃったわ。ケイトちゃん最後にしようかな、じゃあ。オスマローン。あ、パーティーの王様が来たわよ。すっかり泥酔していたわね、パスニップ。ごめんなさい、あの、ちょっと集体を晒しちゃって。よかったら、私の家でパーティーの続き。え、夜のパーティー、やだ、ちょっとこの人肉食すぎ。いえ、結構です。チャップマンと仲良くしてあげてお願いだから。おっほっほ、なんて不思議なことですこと、マロン。あんたみたいな悪い人とつるんでいるんですもの。邪魔みたいだからもう行くね。二人で仲良くよろしくやって。そっか、それだけが短いの。こいつらのアフターストーリーが短すぎる。いや、よかったよ、ケイトちゃん。ケイトちゃん、ここで何してるの？俺ちょっと疑ってたんだ、ケイトちゃんが魔女じゃないかって。壮絶な初日だったわね。ここ、未だかつてないわね。こんな初日がハードな仕事場って。すごいね。俺もね、こんなブラック企業見たことない。次は、普通の初日を迎えたい。初日はもう終わったよ。2回目の初日ってないんだよ。はい、これ。作ったの？え？何？コーヒー！あ、そういえば約束してたもんね。冷めてない？大丈夫？初日も終わったし、約束してたコーヒーをやっと一緒に飲めるかなと思って。そうだね。屋上から見る景色が綺麗だって言ってたよね。あ、でも鍵かかって入れないよ。これから始発で郊外に帰るとこだったんだ。時間があるか。いや、そこは断ってんじゃねえよ、お前。あら、やめちゃうの？うん。解雇状ももらった。え、なんでせっかくハッピーエンドになるはずなのに。説明すると長くなるけど、やっぱりこの仕事に合ってなかったとでも言っておこうかな。え、でも解決したんだから、これから君の大好きな事務作業が待ってるよ。全部、手違いだった。君は、残るの？ここで起きたことを考えると、狂ってるって思われるかもしれないけれど。でも、ここが合っていると、合っている？今日は本当にいろんなことを学んだし、明日はもっと簡単になると思うの。毎日続けていくうちに、どんどん良くなっていく。そうだね、経営者が変わったわけだからね、会社内部は変わっていくだろうけれど、でも大変な道のりだと思うよ。大変だと思うけど、そう確信している。でも、多分そういうものでしょ？そうだね。まあ、そうだよね。社会人になって初めの日っていうのはもう辛くて辛くてしょうがないけど、日々暮らして過ごしていくうちにね、だんだんと慣れてくるしね。誰でも最初はみんな大変だよ。
それを分かってるんだな、ゲートちゃんは。そして階段で行くと。あなたが辞めてしまうのは残念だわ、ブライアン。またすぐに遊びに来て。私たちは、友達、友達エンドなの？そんな結ばれないの、二人は。追いかけろよ、屋上行けよ、お前。嘘、今は邪魔しない方がいい。いや、ちょっと追いかけようぜ。実績録解除しました。エンディング、一緒にいて。一緒にいて？は、何一瞬映ったの今。シンドラちゃんと浮気現場が今一瞬映ったよ。は、屋上。はぁ、何？ビル高っけ。一流企業なのに今いるところ低っ。おぉ、何このシティハンター感。ヤッピー最高。何、星空を見るんじゃないの。あ、なんか光が、ケミカルライト。お、な、え、な、なんて書いてあった今。漢字蛇のマークかな。へえ、なるほど。じゃ、これが一応ハッピーエンドってことでいいんですかね。二人はまさかここで結ばれてしまうの？え、レイちゃんとは？レイちゃんとはさすがに無理なの？ルルして。結局上に何があったの？星空とかじゃないの？ビルを見て、あ、綺麗だねって感じなのかな？お！え？これ誰？コルボ！あ、コルボって！あいつだよね。元、あの、井戸の底にあった死体の。おい、おたまじゃくしゅ。もう少しでここでの仕事が終わる。彼女を殺すために必要なものは全て揃った。え？なあ、一緒に飲もうぜ。こっちは大変だったんだ。もう、行っちゃうの？コルボさん。想像と全然違えんだけど、見た目。君を助けたら恩返しするって約束したじゃないか。怒るなって、おたまじゃくし。まだ時間はある。何が欲しいか言ってみろ。力が欲しい。なんだって？皆の上に立ちたい。トップになりたい。魔法の力を得て自由に飛びたい。飛ぶ？何を言ってんだ。じゃあ、君みたいになりたい。君のおまじないはどんな願いも叶えられるんだろう？ああ、そうだが。約束を守るまで行っちゃダメだ。ふん。これを。マント。魔法のマントだ。お前に。ああ、仮面かぶってた時つけてたね。魔法の？まあ。ああ、そうだ。願いを叶えてくれるだろう。でも、時間がかかる。何年もかかるかもしれん。それに、君も努力する必要がある。そして、空を飛びたいなら、飛ぶ練習を始めたらいい。君は酔っ払いの嘘つきだ！気づいてたの？聞いた？君の汚いボロ切れなんて欲しくない！でも、あ、捨てちゃうの？おい、戻ってこい！ったくしょうがねえな。おっ！え？飛ぶ練習。え、まさかケイトちゃんこれを見て笑ったんじゃないよね？それはさすがにサイコパス系だ。おい、ちょっと衝撃だよ。すぎて、敵すぎじゃないこれ。ちょっと最後でなんでそんな。そこはケイトちゃんと、チュンって終わりでいいじゃん。いや、ヒューコの痛い目は見たかったけど、見たかったけど、いや、これはちょっとな、最後。ちょっときついね。はい、というわけで、ヤッピー最高。一応、ハッピーエンドってことなんですかね。いやー、ちょっとわからないけれど、最後がちょっとね、後味悪い感じにはなってしまいましたけれど、ヒューゴは、あれかな？まだ死んだとはわからないしね。あれで空飛んで、本当に魔法が使えて、力を持ったかもしれないしね。ヒューゴにも救いの道があるといいな。はい、というわけで、ヤッピーサークル、パート数的にはどれぐらいだろう？ 14、15 ぐらいかな。うん。結構長い実況になりましたが、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
最初はね、社畜を楽しめるゲームということで始めたんですけれど、蓋を開けてみればホラーゲームということで、途中からちょっと怖くてしょうがなかったんですけどね。いやでもストーリーも場面の展開とかもさ、後半のさ、最後の同僚たちがみんな発狂モードになった時はすげえ怖かったね。あれめちゃめちゃ怖かったけど、いやでもみんなが助かって本当に良かったです。まだね、なんかいろいろと疑問に残ってるところはあるんですけれど、そこら辺はまあでもおまけパートでも作ってちょっと回収していこうかなとは思います。本編は、本日で終了ということで、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、これにて終了したいと思います。おまけパートは後々、あげたいなと思います。お疲れ様でした。バイバイ。